日本三重県熊野市騎和町、大河内騎和町大河地は、三重県熊野市の町。布引きの滝へ向かう途中に位置する集落にあたり、鉱山跡、大河内安宮跡、熊野古道元宮道など史跡が点在する。熊野市が公表する2019年12月1日、現在の人口は8人であるが、2014年時点で、すでに常住者がいないことが確認されている。 熊野市の南西部に位置する木和町の中央部に位置する。一族山の西にある小さな盆地の中にある。地区の中央部を地役側が南に向かって流れ、南部を西に向かって流れる用子側と合流する。大川地の中心集落は北部にあり、南西部に地役、南東部に三浦集落がある。中心集落には数軒の住宅がある。三浦集落のある三浦谷から、 上流方向に遡ると、荒滝や布引きの滝などの継承地がある。貴族風土記は、布引きの滝の所在地を大河内村とし、現代でも木和町大河内とする資料がある一方、熊野市当局は木和町小栗市としている。木和町大河内周辺総合は、木和町用地側の一部、その他は木和町大河内に含まれる。出展、国土交通省。 国土画像情報北は、騎馬町湯の口、東は、騎馬町、小栗州、南東は、騎馬町用地川、南は、騎馬町脇、騎馬町用地川、西は、騎馬町小舟、騎馬町花井と接する。騎馬町は銅を産出した奇襲鉱山の町として栄えた地域であり、大川地でも地役集落を中心に、多くの採掘跡の穴が残っている。ただし、 大川地での銅の採掘は江戸時代初期までに終了した。地薬には地薬という鉱脈が通っている。大川地付近は、新大三期中心よに属する宮井層群が広がっており、宮井類層のうちの大川地類層と板屋類層に分類される。大川地類層は宮井層群の最上部を占める地層で、主に粒の荒い砂岩からなり、数枚の黒色血岩の層が含まれる。 板タ類層も、砂岩を中心とした地層で、黒色血岩、中流砂岩の層や砂岩、血岩の五層を特徴とし、下部には単層を含む。主に、大川地類層は、東部、板タ類層は西部に分布し、交渉は、板タ類層の砂岩層の中にあった。角川日本地名大辞典による、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 明林小学校はと大川地には1876年開校の大川地小学校が存在した。大川地小学校は、その後、公明変更や移転を経て、木は町立明林小学校となり、1970年にイルカ小学校へ統合されて並行した。明林小学校の跡地は、夕日の丘公園となり、あずや展望台などが整備されている。 夕日の丘公園は、騎馬町湯の口にあるが、所在地が騎馬町大河内になっている資料がある。大河内行休止中世には、イルカ氏の所領であったと見られている。京徳四年には、三琴秀夫、中義王羅五南町の勢力が、仮の御所である大河内安宮をこの地に建てたとされる。大河内安宮の位置は、諸説あるが、中世史学者の村田正氏は当地を安宮に否定した。 美子と秀デオ、中王ともに、赤松島に打たれ、南朝の復権は叶なわなかった。江戸時代には、木ノ国室高利イルカ組に属し、大川地村として、紀州藩の配下にあった。慶長十九年の北山一揆では、大川地の村人も一気に加担したとして、処分を受けた。大川地集落の南に、三井領と重役という枝里を有しており、うち、 重役とも表記する重役は七県の集落であった。重役は、道光山が集中していた地域で、江戸時代初期まで採掘されていた。村高は、慶長項目録では五十三国余りで、天保高長、旧高級両取調べ町では八十九国余りに、増加した。千八百七十六年、大河内村、小川口村、湯の口村、洋児川村、小船村と連合して、 大川地小学校を開校した。1889年に町村制が施行されるとイルカ村の大技となり、1955年には木和町の大技へ引き継がれた。同年4月の町長選挙で当選し、初代町長になった榎本貞信は大川地の出身で、イルカ市の子孫である。榎本は丸山千枚田を通る農面道路を整備し農作業の利便性を、 向上させたほか、退任後は、大河町に SPF 豚の養豚場を開いた。1981年8月、五南町史跡大河町行休止の石踏みが、混流された。石踏みの裏面には、大河町安宮を当地に否定した村田正氏による解説文が刻まれ、同年12月2日の除幕式では記念講演を行った。その時の講演内容は、 村田正史著作集第1巻に五南町徳間野の台で再録されている。2014年4月には選挙運動のために大川町を訪れた花市哲也が集落に人影がないことを確認した。同年6月には花市らが主催するイベントの参加者が木和町小舟花井大川町を訪ね、一行は大河内が無人であることを確認し、 偶然帰省していた元住民と遭遇した。その1年後の2015年に行われた国勢調査では人口が9人であるという結果が得られた。2017年9月24日、レッドブルが開催するボルダリング大会、レッドブルアシュラエキシビションセッションが初めて開催された。会場はこの大会のために機南、クライマーズ協会などが 新たに設定した熊のボルダリングエリアのアシュラエリアで大河地に整備された。大会には野中聖モエらが出場した。地形にちなんだ地名と考えられ、川の奥の村を意味する。総数、世帯数、人口、大河地区民間上水道は大河地小規模水道により供給されている。大河地小規模水道は大河地のみを給水区域とする水道で、 給水人口は11人である。大川町には、他に、西部簡易水道、三浦浄水場があり、木和町板谷や木和町用事川などに供給される。消防水利は、消火栓が2カ所、防火水槽が1カ所あり、最寄りの熊野市消防本部木和文書から出動すると、およそ12分かかる。携帯電話は2014年12月時点で、大川町の和歌山県道、 三重県道785熊野川騎馬線沿線が俯瞰地帯となっており、つながらないことが確認されている。大河内は人口が希薄であるため、行政サービスは隣接する騎町幼児川と共通化されているものがある。例えば選挙の投票区は幼児川と共通であり、大河内の住民を対象とする、岩検診は幼児川の一部である。 総合の旧総合保育所で実施され、民生委員、児童委員は幼児側の担当者が大河内も受け持つ。旧騎馬町保健センターでは大河地区民館で生き生き教室という行事を毎月2回実施していた。主な産業は農林業であるが、集落自体の過疎化が著しく、他は工作放棄されている。 2015年の農林業センサスによると、農業経営体が1経営体あり、他と畑が1ヘクタールずつある。2014年の経済センサスでも、木和町大河内の事業所は、農業の1事業所のみで、従業者数は17人である。木和町大河内唯一の事業所は、養豚業を営む有限会社南基畜産である。同社は、東京都東久留米市に本社を置く。 新名畜産株式会社のグループ企業であり、資本金は1000万円である。その前身は、キワ SPF 畜産センターであり、初代キワ町長を務めた、榎本貞信らが結成した、農業法人キワ町牛豚飼育組合が運営していた。SPF とは、スペシフィックパサジェンフリーという意味で、三重県では、当時豚の慢性疾病で、 年間6億円の経済損失が発生していたことから SPF 豚の実用化が求められていた。木和町は肉用牛の産地であり養豚農家が少なかったことから SPF 豚が汚染されるリスクが低く SPF 豚の飼育に適していた。飼育頭数は約5000頭で三重県最大級の養豚場であった。大高地は自動車でないと到達の難しい山間部に位置する。 キワ町の中心部であるキワ町板谷からも、キロメートルほど離れており、自動車で12分程度かかる。公共交通公共交通としては、熊野市による山間部乗り合いタクシーがあり、予約制で市が指定した、目的地と自宅の往復、または目的地間の移動に利用できる。乗り合いタクシーの運行開始に伴い、それまで運行されていた福祉バスは2014年9月30日で、 廃止された。福祉バスは旧際町から引き継いだもので、大川町には用事川線が平日に往復乗り入れていた。道路大川町神社、ありがとうございます。